ねえ、あなた次第でいいのよ。教会でも神社でも。あら、何？ママに聞いてから。また？はい、イライラを噛みしめないで、メントスキャンディー噛みしめて、ミントの刺激で爽快に気分リフレッシュ。メントス。世の中気分変えたいね。ルンルンナイト。松宮和彦。わおー。元気出しますでしょうか。10月5日スイスイスラスラ水曜日、ルンルンナイト松宮和彦ワオの時間がやってまいりました。松宮和彦のルンルンナイトもいよいよファイナルの前夜祭、コート金曜日を残すだけとなりまして、嬉しいやら悲しいやら複雑な心境でありますが、ともかく今夜も生放送ヘルロぶっ飛ばせ。無駄な抵抗、お前はいつも俺のものさ、好きに聞いてくれ。今夜お前を離さない。シガルはご存知こちら。皆さんこんばんは、さっき今日は最終回なんですけども、さっきスタッフからパンティーをプレゼントされてしまいました。今日も頑張ります、菊池陽子です。ワオ。というわけで陽子ちゃんのワオも今夜で聞き納め。別れに涙は禁物、別れの切れろは芸者の時に言う言葉、古いですね。さよならだけが人生だ。ルンルンファイナル前夜祭、オーラス前のルンルンナイト。ワオ。さて今晩の早速聞いてきて電話のテーマでありますが、本日は過去2年間の重大ニュース、つまりですね、夜は友達松宮和彦絶好調が1981年の10月にスタートしまして、今日が1983年の10月5日ですから、この2年間のですね、皆さんの間に起こった重大ニュース、はい、出来事、うん、思い出を教えてください。何とかで何回読まれたとか、そういうのはあまり読まないですね。あなた個人に起こったですね、重大ニュース、出来事、思い出ですね、これをぜひとも教えてください、はい、この2年間です。東京0358-2局-1111、東京0358-2局-1111。今日はですね、電力もわずかに残っております。ポップス3曲ぐらいかかりますので、洋楽リクエストをお待ちしてます。電話スタート。さてそれでは今日のオープニングナンバーいきましょうかね、このルンルンナイトでもね、多分今夜の神の最後になってしまいました。菊池陽子ちゃん行ってみましょう。願わくば
の願わくばキスでした。さて今晩の聞いてきて電話のテーマですが、はい、もう一度言いますけども、この2年間のあなたの重大ニュース、出来事、思い出などを教えてください、うん、リクエストの方もお待ちしております。洋楽東京0358スタ局1111です。さあそれでは最初の番組いきましょう。和樹と久美の長い付き合い。和樹と久美の長い付き合い。はがき茨城県石岡市の匿名希望の N 子ちゃんからです。ねえ久美ちゃん、ちょっとうちの学校の校則を見てください。頭髪、耳および襟にかぶらない長さとする。パーマネント、生殖、脱色禁止と、ここまではわかりますが、反り込み前剃り禁止とまで来るとなんかおかしいでしょ。ジョリジョリ。この番組は銀座山の楽器がお送りします。こういうのはよくわからないですね、はい、こんばんは、小坂一樹です。こんばんは、大友久美です。何でもいいハガキ、どんな内容でも結構ですよ、うん、俺はこんなに偉いんだという自慢話や、はい、今の高速のような私は腹が立っている、うん、何でも結構でございま す, そうです。大声で叫びたいことをハガキに書いて送ってきてください。はい、それでは今日の M1 の曲です、はい、皆さんよく聞いてくださいね。タイトルはスペインへ行きたい。見つめながら冷めた愛をピンで止めて心を飛ばしている。こんな暗い愛に惹かれながら生きていたらいつかきっと笑い顔を見せなくなる時が来る。夏の日差しを浴びて M1 スペインへ行きたいでした。さあ今週もまたまたここでビッグビガービゲストなプレゼントが当たるクイズです。今かけた曲を歌っている人は誰だ誰だ、名前を当ててください。抽選で毎週1名の方に豪華豪華ユニセフ製のステレオカセットプレイヤー Z1 をあげちゃうのよ。ヒントはタで始まりコで終わる方でございます。女の人ですね。そうです、タコが言うのよ、のタコが違うのよ、違いますね、ただタコなのよはい、応募宛先はこれ以上ヒント言いません、はい、応募宛先は郵便番号107港区赤坂5丁目 TBS ラジオ和樹と久美の長い付き合い。この人ドアーレのクイズ係までですね、はい、ドアーレですよ、はい、どうしてもこのスペインへ行きたいを歌ってる人の名前がどうしてもわからないという人はお近くの山の楽器へ行くとわかるようになってますんで行ったらいいじゃないかなあみんな、ということでございますね、はい。それから9月19日分のこのクイズの当選者の発表を早くもしてしまうの、はい、たくさんのおはがきの中からこの方を選びました、はい、群馬県吉岡村の武藤香里ちゃんに Z1、はい、ユニセフ製のカセットプレイヤー、はい、Z1 を差し上げます。おめでとう。おめでとうございます。香里ちゃん楽しみにお待ちくださいね、はい、昭和13年10月5日、はい、千恵子賞でおなじみの千恵子さんが45年前の今日お亡くなりになりました。去年53歳でした。合唱。そんなご冥福の今日、何なんだこれは。そんなご冥福の今日、水曜日のテーマです。久美の新発見。ほとんど前とは後ろが切断されてる感じですね。はい。久美の新発見、今日はですね、今の時期に欠かせない会社訪問について。あ、会社訪問。ねえ、最近増えたでしょ、道を歩いてる人も。 TBS でもこの頃ね、うん、来てますね、いろんな人がね。会社訪問、予約受付なんて書いてありましたよ。予約するのね。見ました、うん、びっくりしちゃった、ね、それでほら、今雑誌でも、必ず特集が組まれてますけども、面接に有利なリクルートルックって。ああ、リクルートルックね。それでほら、中にはデパートでもリクルートコーナーとか、うん、もう靴から
ブラウスから全部揃えてね売ってるんですよね、うん、はあ、だいたいあれでも男の子はアイビーっぽくて女の子はトラッドですね。そうですね、やっぱりきちんと見えるからかな、そうでしょうね、やっぱりあれが清掃なんでしょうね。あ、清掃、うん、で今年は男子学生の方がいいんですけれども、うん、女子学生の特に4年生の卒業した女子に対する風当たりがすごく強いんですって。風当たりが強い、うん、ああそれはつまり就職が難しいということですね。そう、 そうなんですよ。ああなかなかあれじゃないですか、うん、理屈っぽい子が多いからじゃないですか。そうかな、うん、それでね女子大生の就職のための三種の神器っていうのがあるんですって、うん、さあ何でしょう。わかりません。現役、うん、コネ、自宅。ああなるほどね、下宿の子はダメなんですってね。どうしてだろう、生活が荒れるか乱れてるとか思われてるみたいですよ勝手に。あ、自分がそういう下宿してることそういうことしたからそう思うんじゃないですか。どうなんでしょうね、試験官の人が全くいい加減なもんだな、うん、いけないと思います、うん、当番組のスポンサーである山野楽器は就職先生はどうなんですかね。どうなんでしょうね、厳しそうですか、ね、厳しい、あそうでもない、首を切れてますね。でも皆さん、あのこれから就職しようという皆さん、はい、まああのいろんな会社ありますけどね、はい、会社に入るとそんなにすごいきちっとしてる人ばっかりいるわけじゃないんで、はい、固くならずに受けた方がいいと思いますよ。そうですね、うん、リラックスして受けましょうね。そうですそうです、そうです、ね、それが一番いいですよ、はい、大体あの試験官とかこう偉そうに見てますけどね、はい、仲良くなると大したことなかったりしますじゃあみんな愛嬌で、そうですね、愛嬌じゃないね、あのヘビに固くなるとねいけません、はい、はい、頑張ってくださいね、はい、じゃあ柔らかい心でこの歌をお聴きください、はい、こういう気持ちなんです。坂上智郎さんで森さん。もしもしもしかして森さんではそういう気がして訪ねました。いえいえ爽やかですものわかります、実は私も森なんです。森さんじゃない林さん、いいじゃないですか、木の一本くらい仲良くしたって変じゃない、変じゃない、緑変わりはないでしょう。今週の歌、坂上二郎さんで森さんでした。それでは山野楽器からのお知らせです。銀座山野楽器では10月22日の土曜日午後5時から本店4階ホールで藤真理子ファンの集いを行います。藤真理子さんは女優として、また作詞家ビビアンリーとして、歌手として大活躍中ですね。藤真理子さんのファンの集いは10月22日の土曜日午後5時から銀座山野楽器本店4階ホールで行います。来年就職する方は今の時期本当に大変だと思います、はい、でもですね、はい、安定した企業で会社は会社、遊びは遊びという人が多いそうですね。最近は冒険をかけてるんですね、うん、これぐらいいいだろうという感じの人が多いそうです、はい、うん、それでいいのかな、僕は疑問だなそれでは長い付き合い、また明日。あんまりじらさないですね。こっちが言うセリフでしょう。じらさないで、本当に銀座山野楽器がお送りしました。この秋ロッテリアからスポーツがやってくる。10月7日からロッテリアスポーツフェスタがスタート。バーガーとポテトを買うと抽選で最高5000円分のスポーツギフト券などなどが当たっちゃうという、スポーツ大好き人間の諸君にはご機嫌のロッテリアスポーツフェスタ。そう、ロッテリアはスポーツマンを応援しますよ。ロッテリアスポーツフェスタをお楽しみに。
ザ・ビーチパレード毎日が電話リクエスト。この番組はファーストフードレストランロッテリアと川崎市の芸文社の提供でお送りします。お気に召すままお答えします。あなた好みのリクエストお待ちしてるわ。今夜こそ電話リクエスト。ロッテリアからスポーツがやってくる。10月7日からロッテリアスポーツフェスタがスタート。バーガーとポテトを買うと抽選で最高5000円分のスポーツギフト券などなどが当たっちゃうという、スポーツ大好き人間の諸君にはご機嫌のロッテリアスポーツフェスタ。そう、ロッテリアはスポーツマンを応援しますよ。ロッテリアスポーツフェスタをお楽しみに。ハンバーガーならロッテリア。さて始まりました、ザ・ヒットパレード毎日が電話リクエスト。2年間の重大出来事を皆さんの交えながらご紹介していきましょう。はい、まずは埼玉県越谷市の小笠原美恵ちゃん、中学校1年生、はい、ちょっと暗い出来事なんですが、5年間飼っていたチャロという犬が病気で死んでしまったんです、うん、あれは去年の12月、とても悲しい出来事でした。まあね、本当に動物が死ぬと悲しいですけどね、だけども明るくね、美恵ちゃんってくださいね、はい、さてオープニングナンバーです。アイリンキャラフラッシュダンス What a feeling First when there's nothingのフラッシュダンス What a feeling でした。さて変わっていきましょう。はい、神奈川県横浜市のペンネームショパンさんです。ルンナイのピカピカボックスの元元元気なのど自慢で松宮さんと僕が対戦して僕が勝ったことが今でもとっても嬉しいです。あー、高橋明君何歌ったっけな、うん、このねペンネームショパン君もね、随分いろんなリクエストくれたんですけどね、メッセージもね、さてそれではクリストファークロスの懐かしいナンバーです。オーライト。Trying
クリストファークロスでお送りしました。さて今日は3曲しかかかりません。この曲がラストナンバーです、はい、新宿区の太田由紀子さん高校3年生、はい、過去2年間の日記を引っ張り出して読み返してみました。1年前の4月24日初めて K 君とキスをした時のことがなんと8ページにわたって書かれてたんです、今では純情のかけらもない私にとって初めてのキスというのが一番大きい出来事のような気がします。K 君もあの日あの時のことをたまには思い出してほしいと思ってます。いいメッセージですね。それでは新宿の太田由紀子さんのリクエストにお答えしましょう。はい、スティックス、ベイビー。 Babe, I'm leaving, I must be on my way. The time is drawing near. My train is going, I see it in your eyes. The love, the need, your tears.ロッテリアのハンバーガーが一段と美味しいというシーズンになったわけだね。そんな今、横浜市旭区の鶴ヶ峰に新しいロッテリアがお目見え。場所は相模鉄道鶴ヶ峰駅前、9月30日オープンのロッテリア鶴ヶ峰店でグーな味覚の秋を。
がんだカー情報をページに満載、僕らの必需品ピットイン、ゲーム社から好評発売中。カーライマガジンピットイン。ザ・ヒットパレード、毎日が電話リクエスト。この番組はファーストフードレストランロッテリアと川崎市のゲーム社の提供でお送りしました。ウェアはここの、シューズはあそこのと、ブランド製品に凝っているスポーツマン、スポーツギャルの諸君、食べ物の方にも気配りをしてますか？スポーツ人間によく似合う活動的なお店といえばロッテリア。ロッテリアはスポーツライフの原動力、体も気分もスポーツスポーツさせてくれますよ。ハンバーガーならロッテリア。ご通勤中の皆様、事故のため電車の到着が遅れます。え？長引きます。え？苦痛です。うん、わはい、イライラを噛みしめないで、メントスキャンディー噛みしめて、ミントの刺激で爽快に気分リフレッシュ。メントス。世の中気分変えたいね。穂積孝信原作積み木崩しの試写会を10月19日水曜日午後6時より TBS ホールで開催します。お申し込みはハガキで TBS ラジオ営業促進部まで。ルンルンライト楽しもうぜ、 TBS とのお付き合い。わお。さて、時計の針は9時42分30秒を回りました。今晩の聞いて聞いて電話のテーマは、そうです、この2年間の皆さんの重大出来事を教えてください。それでは陽子ちゃんからいきましょう。はい、文京区の樋口のりなおくん、高校2年生の男の子です。やっぱり高校受験が僕の重大ニュースです、うん、希望する高校には入れなかったんですけど、今とっても充実した生活を送っています。なるほどね、はい、そうでしょうね。うん、変わっては千葉県流山市の中村幸成くん、中学校2年生です。はい、僕の2年間の重大ニュースはこのルンルンライトを通じて彼女ができたということです。初めは彼女の方がルンライトを聞いていて、僕もラジオを聞くのが好きだったので聞き始めて、2人で今日名前が読まれたとか読まれなかったとか、いつも喋るうちになんとなく接近遭遇になっていい雰囲気だったんだけども、告白したら見事に振られてしまいました。正しくは彼女ができたのではなく、できそうになっただけなんですが。そうなんですよね、中村君もね、よくねリクエストくれましたけども、そういうわけで今日は2年間の皆さんの間に起こった昨年、一昨年、つまり一昨年の10月、夜友が始まって、そして、この今日までの間にですね、起こった出来事とか思い出とか重大ニュースを教えてください。はい、東京0358-2局-1111でお待ちしてます。11位までですね。さあ、それでは続いての番組いきましょう。渋垣隊の青春キャッチボール。ヤクンです。ブックンです。ボックンです。渋垣隊の青春キャッチボール。この番組はリトルボールのハウス貯金がお送りします。僕たちもきっと軽い青春を送ろうね。だって、じゃあやる。青春真っ只中の君たちという音に出会ったら、気分はもうハウスのリトルボール。君の恋が咲くといいね。おいしさ癖になっちゃう、ハウスリトルボール。じっと待つ、アタックする。じっと待つ、アタックする。おみ、何してんだ。誘惑性占い。よしお君はっきりしないから、私からアタックしようかどうか占ってるので、どうなの。うん、誘惑性にささやくの。よしお君を誘惑性って。気をつけよう、甘い言葉と誘惑性。おいしさキラリ、星型スナックハウス誘惑性新発売。 T シャツに採用書いたことがある。